汗浴びライブの時間です。今日は癒しの猫カフェから伝えてもらいます。畑谷さん。はい、今日は郡山市静賀町にある保護猫カフェラブラブに来ています。皆さんお待たせいたしました。早速ですね、癒しの猫の世界をご案内いたします。こんにちは。看板猫ちゃん。さあまずですね、店内入りましてこちらで受付をしてドリンクを注文します。では私はオレンジジュースでお願いします。ありがとうございます。ドリンクなんですけれども、こちらのようにフォルダーに入っていますので、ドリンクフォルダーに入れてそのまま猫エリアに移動することができます。さあ、こちらドリンクを頼まなくて猫と遊ぶだけでも大丈夫なんだそうです。さあそれではいきますよ。どうぞ。まん丸のお目目をした猫がこちらを興味津々に見ていて、ちょっとカメラにびっくりしてますかね。本当にもう可愛らしい猫が全部で17匹いまして、本当にもう癒される空間が広がっているんですよ。さあこちらの保護猫カフェなんですけれども、一般的な猫カフェとは目的が違うんです。さあそれではですね、副理事長の君島さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらはですね、11年前に怪我をした猫ラブを拾って保護したことをきっかけにして、この保護猫カフェをオープンされたんですよね。はい、そうですね。福島県の保護猫カフェの状況を調べていたら、毎年2000頭ぐらいの猫が殺処分されているというのが分かりまして、一匹でも多くの命を救いたいと思い、この保護猫カフェをオープンしました。いや本当にこう素晴らしい取り組みですよね。はい、ここではですね、郡山市の保健所から無償で猫を預かって飼育をしています。これまでに里親を見つけて譲渡した数は1500匹以上に上っているということなんです。まあ、一番の目的はですね、里親を探すことなんですけれども、まずはここに来て気軽に触れ合って、この可愛らしい猫を知ってもらいたいという思いがあるということなんです。はい、では早速ですね、私も猫と触れ合いたいと思います。はい、さあこの猫ちゃんまずですね、はい、猫と触れ合う時の注意点ありますか？はい、そうですね、まあ、大きい声をあまり出したりするとちょっとびっくりしてしまうので、すいません、私大きい声出しすぎて逃げてしまったんですか？はい、大丈夫だと思います。あとはこう撫でてあげるというのが大事ですね。はい、お腹を見せて、はい、そうですね、いやーゴロッとして可愛らしいですね。あと、はい、なんかお尻ら辺を叩くのもいいって。そうですね、はい、お尻の付け根のあたりをトントンしてあげるのもこんな感じで、はい、あ、喜んでるんですね。それで、そうですね、尻尾がピンってしてるのは喜んでるっていうか、尻尾がピンとすると喜んでいる証拠だということですね。はい、こちらの、猫ちゃん名前はこれは小銀次くんですね。小銀次くん、どんな特徴なんですか？はい、そうですね、何されてもあまり怒らないというか、ほとんどいじりたい放題の男の子ですね。すごい甘えん坊ですね、かわいい。よし、ではもう一匹紹介しましょう。はい、ではですね、こちらにいますこの大きな猫、こちらはなんていう猫ちゃんですか？その子はオル君といって、オル君、この中では一番若い子ですね。おお、はい、これ何キロくらいあるんですか？現状9キロぐらいありますね。9キロ結構ありますね。はい、さっきまで私なでなで足していたんですけど、あ、はい、大丈夫ですね。もう本当に毛がふわふわでもっこもこでとっても気持ちいいんですよ。いや癒されますね。こちらの、はい、保護猫カフェラブラブなんですけれども、はい、運営は寄付で成り立っています。はい、ただコロナ禍やですね、物価高騰が続きまして、はい、運営が厳しい状況にあるということなんです。そこでこちらではクラウドファンディングで今月末まで寄付を募っているんですよね。そうですね、猫カフェの売り上げが結構落ちていまして、現状皆様のご支援で営業している状況になりまして、これからも一匹でも多くの尊い命を救っていきたいので、どうか皆様のご協力をよろしくお願いします。はい、このクラウドファンディングは3000円のコースから選ぶことができまして、中にはここの保護猫カフェの写真を撮ったオリジナルグッズなども返礼品としてありまして、1万円のコースなど全部で10のコースがあるということです。
こちらご協力いただけるという方はですね、保護猫カフェラブラブ、レディーフォーと検索してください、はい、ぜひですね、皆さんご協力をお願いいたします。はい、お願いします。さあ、はい、ではですね、最後皆さんが大好きなのがこの遊び道具だということで、私も最後遊びたいと思います。もうさっきまで逃げてた猫がみんな元気になるんですよ。お、狙ってる狙ってる。おーっとこんな感じでね、皆さんもこちらに来てぜひこの可愛らしい保護猫のことを知っていただいて、こちらにね足を運んでいただければと思います。以上、中継でお伝えしました。やっぱこう保護猫というとね、人に慣れていなかったり怖がったりというイメージがありますけれども、はい、みんな人懐っこいですね。しかももうみんなそれぞれの猫ちゃんがそれぞれの時間思い思いに過ごしているというね、そういう感じがいたしますよね。いやー、可愛らしいですね。レディフォーというこれサイトですよね、はい、こちらで受け付けているということですね。中継でお伝えしました。